グロビデンスは、モササウルスアカ、グロビデンス属に分類される、モササウルスカのトカゲの絶滅した属。本属で最初に記載された種は、グロビデンズアリーバマンシスで、1912年に、チャールズ・ W ・ギルモアが記載して、グロビデンス属のタイプ種に使用した。グロビデンスは、後期白亜紀に繁栄した、肉食性海性爬虫類のモササウルスカに属する。グロビデンスの種は、 北アメリカ、モロッコ、アンゴラ、インドネシアで発見されている。モササウルス科の中で、グロビデンスは丸みを帯びた球状の葉を持つことで知られる。ジー・アリバマンシスの生態復元グロビデンスは、全長6メートル以下で、外見は他のモササウルス科爬虫類とごく類似しており、流線型の体にはヒレ足、側方に平たいを、強靭な顎が備わっていた。グロビデンスの歯は、 他のモササウルスカノ族と異なり、族名にもあるように休憩の葉を持っていた。一般的に大半のモササウルスカノ族はイカや魚類といった柔らかで滑りやすい獲物を捕らえるための鋭い葉へ進化しており、後の種においても肉を咲くために適していた。他の数多くのモササウルスカ爬虫類もアンモナイトの殻を破砕することはできた一方、 広角に覆われた獲物を処理することにグロビデンスほど特化したものはいなかった。グロビデンスの持つ半球形の歯は丸い小さな塊が備わっており、小型の亀やアンモナイト、オウムガイ、ニマエガイといった硬い装甲を持つ獲物の破砕に遥かに適していた。関連する属のモササウルスと同様に、グロビデンスの頭骨は重厚な構造を持ち、顎関節も硬く関節していた。 甲角を持つ獲物の獲物を貫通する能力において、これらの特徴が大いに役割を果たしていたことが明らかである。ギルモアによるグロビデンスの最初の評価は、ジー・アリバマンシスの不完全な標本に基づいており、頭骨の一部とお及び一本の頸椎における観察可能な特徴を記している。彼が記したものには、巨大な上蛾骨による長い噴部、大型で頑丈な前頭骨、 細かいシワの走った特徴的な球形の歯がある。彼は、頭骨の特徴をブラキサウルス、次にプラテカルプスに似ているとした。G ディコテンシスの復元された頭骨、ギルモアの評価以降の研究により、より完全で明確な表調形質のリストが作成されている。ギルモアは、プロビデンスの頭骨が丈夫であったと正確に推論した。 さらに特筆すべき頭骨の特徴として、完全に頭頂骨の中に位置した小型の頭頂骨を、頬骨に存在する隆起、前頭骨の背側表面に存在する、形線方向の隆起、前上顎骨歯の前方に分が突出した前上顎骨を挙げている。きめ細かいシワの入ったエナメル質に覆われた丸みを、帯びた歯は、グロビデンス属の特徴であるが、 個々の葉の丸さは本属あるいは種レベルでも同定できる可能性がある。グロビデンスのヘムエンバは顎の中央に向かって最も半球型になる。さらに、グロビデンスの上が骨盤は13本あり、浴場骨視列は未発達あるいは存在しない。グロビデンスは1912年にチャールズ・ W ・ギルモアが最初に記載した。 複数の歯が備わった部分的な頭骨と一本の、頸椎、数多くの断片からなる不完全な標本を用い、彼は、グロビデンスを親族と断定して、タイプ C グロビデンズアリバマンシスを記載した。俗名は、標本の休憩構造の歯に基づき、首相名は、発見地に由来する。ギルモアが以前に収集された標本を調査しており、標本が収集された。 正確な産地が正確には不明である可能性もある。ギルモアによるグロビデンスの記載以降、複数の多種が同定されている。これには G アリバマンシスのとともに二次的なタイプ標本が用いられている G リコテンシスが含まれる。グロビデンスの新種と考えられた標本には、プログナトド,ドンなど他の分類群へ再分類された標本もあり、イグダマノサウルスのタイプ標本とされている。 G. エージェプテカスのように親族として独立した標本もある。G. アリバマンシスのホロタイプ標本の上が骨アセンム6527細分類された主 G. ホスファッティカスのハグロビデンスはモササウルス赤に属し、これにはグロビデンス族などの複数の系統が含まれており、さらにその中にはカリノデンス族も分類されている。カリノデンスはグロビデンスの姉妹群とみなされている。 グロビデンスとモササウルス科の系統樹における位置づけは、幾分明確でなく、特定の属は、多くの形態解析や分子解析で位置が大きく異なる。モササウルス科は、すべてのヘビを含む分類群パイターナモーファの姉妹群とみなされることが一般的である。モササウルス科の中で、グロビデンスは、一般的には、プログナトド,ドンに近煙とされているが、 そのプログナトドン自体の標本の系統的配置も疑問視されている。以下のモササウルス科のクラドグラムは、アーロン・アール・エイチルブランとマイケル・ W ・コールドエル、及びナタリー・バーデットによる2012年の解析に従う。斜め速報から見た、G ・アリバマンシスの左の上が骨、グロビデンスは、他のモササウルス科波虫類とは、対照的に硬い甲角を持つ。 食料資源に対して優位に立つ、特異的な適応を遂げている。一般的に頑強な頭骨に加え、その歯は、脂突や切断よりも破砕に適している。それゆえ、グロビデンスは二枚貝やアンモナイトといった軟体動物を捕食していたと考えられている。サウスダコタ州で発見された標本の腹部の内容ものはこの仮説を支持するものとなっており、 砕けたイノセラムスカノからが確認されている。グロビデンスは他のモササウルスカノ族と同様に北アメリカの西部内陸回路といった暖かい旋回域に生息した。グロビデンスの化石は主に北アメリカおよびモロッコやアンゴラといったアフリカの北西部で発見されているが中東や南アメリカ東部からもよく産出する。インドネシアではグロビデンスは ティモール島から算出している。ありがとうございます。